どれならいけるんだ。じゃあちょ待って、ちょ待ってみ。とりあえずもう全部できること試しちゃおう。じゃあこっちバージョン、でもこんなんいけるわけないもんな多分。こっちバージョン試してみるか。じゃあこれが果たしていけるかどうかやってみよう。こっちからこういって、あーでもいけないか、こっちから入れないか。いや入れる入れるけども、これもう一個こっちまで来ればいいんだ。オッケーオッケー、わかったわかった。これをこういった後に、これをもう一個こっちまで行かせるんだ。これでいけるんだ。こっから入ってこっちから出れる。よっしゃ、まあ、あれや、開かないの、開かないんですかこれ。開かないんだったら、じゃあこれはいけること分かってるんで、出口が違う、先に左から行く的な感じか。こっちまで行っちゃった後にこうだ。オッケー、これだ、ついにここを超える。まだなんかありそうな感じプンプンするけどね。入れたー、よっしゃー。したらボーンボーン、ボーン。これちょっとどかしてくれないですか。こっちから見ればいけるのか、どっこからから見ればいける的な感じのありそうだけどね。ゴールがここなんだよね。だからそれ考えると、あでもできそう。この上行きたい、この上行きたい、この上行きたい。こっちから見るか。じゃあそうすると今度こっち行けなくなっちゃうもんね。こうか。あのそうそう、白をね、真ん中に1個白があるんだよね。この真ん中の白をどうにかしないといけないもんで、真ん中どうやったらこれ隔離できるんですか。エースなんだよ。ちょっと TNT 持ってきてくれないですか。ちょっとこれこれだけじゃないのかな、どっか見れる方法あんのかな。なさそうだよね多分ね。ん、なんかある、ここに。Two major schools of Zen. For example.こっちから進めばいいんだ。あれ、なんでこんなことに気づかなかったんだ私。こっちから進めばいいんじゃん。はーい。ありがとう臨済衆。なるほどね、2つスタートがあるんだもんね。なんで片方からやってたんだ私。なんかまだ喋ってる。あれ、あ、ここ真ん中にあんのかまだ。Out of the domain of words and reason, other meditative forms, including other schools of Buddhism, and that it does not start from where we are and gradually lead us to a clear view of the true way of the world. It is not a progressive system in this respect. Intellect is short-circuited, and there is no longer a barrier between the experiencer and reality.よし。ああ、わかってなかった。え、待って、これどこからですか？あ、これも上からか。そっか、上からパターンがあるのか。上からパーテン、こっちだ。こういうパッ、トゥントゥントゥンだ。こうだ。あ、違うの？何が残ってる？あーっす。こうだ。もう簡単すぎつ。やった、これで、これで、こっちが開いた。来るぞ、これ。エンディング来るぞ。ついに終わりが近づいてる気がする。これはもうあとこっちこうポン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 と行って、ポン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 だもんね。オッケーオッケー、終わる。やっとザ・ウィットネスも終わりが近づいてる。トン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 、ガチで終わる気がする、ガチで終わる気がする。さらに下がって下がって左に行って、はいドンなんですか。めっちゃ光ってるじゃん、めっちゃ光ってますけど、はいドン。あーね、青のタイミングね。なんで緑のタイミング、緑こう、よしよしよし。黄色のタイミング、黄色のタイミング、黄色のタイミング、はい分かった。だからそう来るか、こっちからか。じゃあでもこれえ、無理くない、無理くさくないこれ。色違うのさ、こうじゃない、あえて。これまたどっかから見る的なとかあるかな。こっちから見ると変わりますよとか。それがあったら多分あれだよね。え、待って、これどうすりゃいいんだ。思い出したかもしれない、若干。そうだ、色があれだ、色なんだ。そうなんだ。だから、これは合ってるんだ。ここはもっとこっちまで持ってっちゃって、で、こうだ。おい、先にこっち黄色取って、で、これを、あ、いいひひできたー。だこれもそうだよね。これ色が、
色が先にちょっと分かんないかやっておこうか。これでこれとこれは違う色だ。これは紫だ。これでじゃあこうやってやってみる。一回これとこれも違う色だじゃあこれ緑だ。なんでこういうのはできてんだよね多分。ん？あれ？こういう感じのイメージなんだよね。ちょっと待って、もう目がチカチカする。元の色がさっぱり分かりません。分かりません。これは緑か。じゃあこれ紫、これ緑、これ紫、これ緑、これ紫として考えよう。これテトリスのやつとさ、こうやって重ねられたっけ。それが覚えてないんだけどさ、これで2つのやつが色が一緒だったら問題ないのか。これでもできてないよね。これとこれは多分色違うのか。じゃあできてないのか。本当にできてるかできてないかすら分かんない。難しいとかそういうレベルじゃないぞこれ。こうやってやっちゃって、でこうやってやっちゃって、これいけないわ。こうやって囲うか。こうやって囲ってこっち行って、でここがこれで、これができる、これできる。あ、違うんかい。これ一回こうやってやっちゃって、これをこうやって生きっちゃってから、こうやってうえ、黄色黄色黄色、水色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 、紫紫紫、黄色黄色。簡単じゃね。あら、なあ、これ順番逆じゃねこれ。やった、進んだ。ついついつい。そしてここに風景パズルが置いてあるんだ。なるほどね、風景パズルが置いてあって、また同じような感じだ。もう普通にパズル解けばいいかな。2個ずつパートゥンでしょ。2個ずつこうして2個にして、この色も一緒じゃダメだから、これダメだから、もう1個したかな。こうしてこれで、あれ、これいけるっけ。あ、いけるんだいけたわ、できてた。そっか、色違ってもいいんだ。よし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 、じゃあこれでどんどんどん、あ、これもう普通にいける感じ。あら、あれ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 、なんでもよかったんだ。あれ、ちょ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 、あ、なになに、なんかボーナス、え左も動いてんだけど。なるほどね、全部に解けるやつを探しましょう案件ね。まあでも言うてな気がする。そこまでこれ難しくないんじゃねえ的な、意外といけそうな感じがする。オッケー、まずこっちこうなるじゃんね。でこっちまで行っちゃってこうなるじゃんね。で同じようにこっちをこうしちゃうとダメなもんで、ここから変わってくんのか。同じような感じにすればいいもんで、こう行っちゃってもダメか。これと一緒にしちゃいけないんだよね。これを離さんとかん。ここまで行っちゃった後にこうして、ダメね。できた。でも同じような感じで行くしかないよね多分。これでいいかな。これでさっきと同じような形にしていけばいいもんで、こうか。これでできてる。え、嘘、今どこが違ったんだ。こう言って、あ、これ違うの。これ何が違う。あ、黒がよく見たら黒がこうなってた。こう先に行った場合、行ける方法はあるんですか。なさそうです。ここに行くのはもう確実。ここからだよ、こっから。こっからこのテトリスの問題が解ければいいんだけども、じゃあこっからもうテトリスの問題を解くことを考えて動いた方がいいのか。でもそんな風に動きをしようとすると、今度は緑のやつが解けなくなっちゃう気がするもんで、どっかから見れば色変わるとかないかな。ないよね。色が変わる問題あればいいんだけども、多分ないんだよね。どうしよう。全然わかんない。あ、ちょっと待って。これさ、イボイボってさ、そうだ、イボイボはこれ、重なっててもいいんだ。色分けしなくていいんだった。そうだそうだそうだ、色分けしなくていいもんで、このパターンができるんだ。一旦こっち行った後に、待って、これダメだ、これだとダメだ。こうか。どうにかこうにか、緑をうまく、どうにかこうにかよ。ってことは、こっちまで行っちゃった方がいいのかな、考え的に。3、2ってやるもんで、こうだ、できた。ん？こうか、じゃあ。こうか、こうだね。これでさっきの形にすればいいんだ。3、2だもんで、この形。できたー、できた
たけどもさらになんか出てきたけどもこれを同じ考えでいいんじゃないかな的な感じはあるけどもどうですか、こうですか、これでどうですか、これでできてますね。きたー、もう今度こそ終わりでいいんじゃないですか。んんんんん、なんで上に上がってきたの私。またこれはなんだ、向こう側に、あれこのまま戻れるじゃん。だってどこに行くの今から私は。あれ、何が変わった、何が変わった、二つ道ができる的な話ですかこれは。あ、下がまだあるぞ。なんか前ちょっとやってみるか。へっ二つともクリアできるパターンを考えましょうって話か。じゃないの、そんなんわかんないよ。さっきのやつ覚えないといけないじゃん。とりあえずこっちをもっと綺麗な形でクリアしましょうって話ね。あんまりそこら中にドカーンといかないような感じでいけばいいのかな。こうやって横切っちゃってる時点でダメな気がするけどね。いけるかな、横切っちゃダメだよね。やっぱ横切らずにいかないといけない。そんな行き方できるか、左半分だけで行きましょうみたいな、そういうの。これマルチプレイできないかな、向こうの方で操作してもらって。私もまた操作するからさね、また別の方向で。だからここに向かえばいいのかな、じゃあこう。あ、向こうに行けないのか、それだと向こうに行く方法を残しつつじゃないとかんのか。だから右半分だけ使いましょうって話だよね。だからこれで右半分だけ使ってみたいな、できてるかな。絶対できてない気がするけど、ちょっと一応見るだけ見よっか。逆にこっちから先にも考えちゃえばいいんじゃない的な、こう言ってこう言ってめっちゃ行き来する。ここがもう開くっていうパターンあるかな。こうしてこれで開く、これで開く的な、実は開けごま、最低限のことをして向こうに行きたい。ここがそもそも違う、こっちにゴールすればこっちがこっちに行けそうな感じするんだよね。こっちにゴールしたいんだよね。こっちにゴールするパターン考えると結構たくさんパターンは考えられるんだよね多分。これはどうですか、これはこれは来たんじゃないですか。これ次向こうから行った時にさ行けるじゃん。これゴールだよ多分、これゴール。できた、これで終わりでしょもう。はい、ただいま。違う、そんなことやってる場合じゃない。これで今度はこれを越えていけばいいもんで、どうせんだ。いや、ここ行きたいのさ、ここに。あれ、向こうもう一回変えていった方がいいかな。ちょっと一回これもう一回、これ戻してもさ、光ったまんまになるんじゃねえ的な、そういう感じない？いや、ならないね。手伝っておく的な。これをやった状態で向こうでなんか変えると、手伝ってくれたおかげで、ありがとう案件みたいな。こうだ！ということは、こうやっておけないのか、そっか。